後までうちらのラップに一から挑んでよ。勝っちゃう勝利、そういうストーリー、失礼とさらい磯野家ゴール、まず勝つ王、宿題は後。姉さんから締めいただきました。宿題の前に風呂で風呂を考える、俺に資格はねえ。野球よりラップ、バットよりライム、公園で野球してたら近所のババアたちから苦情が来る。そんな時代敵は誰、令和は平和か、次は仲間、いっその野球やろうぜ。ってなんだお前その変なサングラス、グローブバットはどこやった、ちょっと待った、ゴッドファーザーはカツオのソウルを認めない。戻ってこいよ昭和の時代に、公園で野球してる時代に、波平かますサンダース。バッカモン、なんだそのピアスにタトゥーにバイブス、死のセンスもないイノセンス、身を吐き出せないなら帰れ。ヒップホップに必須道具はディープソウルをインストール、ビッグボールをビッグボースの中ジーマとプレイボール。兄ちゃんが野球やってない、でも宿題の数もやってない、脳なし兄ちゃんトリッキーセンスでかますライムはナンセンス。ラップのビートはワカメにお任せ、椅子は譲らん、投げる手榴弾、サイコパスゴリカーぶっ飛ばして、王者は私ワカメちゃん。ないで大事な家族守れたら満足、ハンズアップで白旗パタパ タ暴力で解決、牢獄で生活、アーチでステンション上がり、ビット上げていくよこのラップ、このままラストは子供にパス。タラちゃんです、みんなバチバチ磯野家です。中島は磯野家じゃないけど、船よりキャラ濃いから参戦です。船のキャラの薄さ、さすがに大草原不可避です。でも僕はポーカーフェイス、バレない感情エンドレス。IQ10 美少年、じゃんけんポンで僕出すチョキ。